東方伊藤純也、週刊新潮報道の疑惑にスタッドランス会長が伊藤支持表明。フランス紙によると、同会長は伊藤とは話をした。私は推定無罪にこだわっている。彼は何も間違ったことはしていないと主張しており、私には彼を信じない理由がない。正当であれ不当であれ告発されたものは誰でもそうであるように、彼も告発と無関係ではいられないと気づかった。推定無罪なのに代表離脱させた日本って何なんだ。そりゃチームは高い金払ってんだから試合に出すために擁護するよ。ランスで出場できるなら億単位の賠償の根拠は消失とまではいかないけど薄いものになるかな。伊藤の年俸を調べたら年俸たった1億どんだけ。少なくとも協会、スポンサー、監督ら、チームに迷惑をかけたのは事実である。お騒がせして申し訳ありませんと一言コメントするのが真っ当。ロリアン戦、伊藤選手は活躍どうやった？ゴール決めた？降格圏を隠したチーム相手に0-2の惨敗。純也とランスが証明してくれたよな。う、これが正しい姿だって。う、 JFA は選手が信じて一緒にやりたい一点の二足投だもんな。選手よりお金大事はわかるけどね。新潮は第2弾足して国民を納得させないと。ちゃんとしたソースで参考。ご視聴ありがとうございます。